メッセージがいっぱい来てて、どうしたらいいか分かんなくて。僕は恋愛が苦手なんです。だからいつもこじれる。出会いの裏に仕掛けられた罠、予測不能の新感覚サスペンススリラー。私は何も知らなかったみたい。マッチング。